えっと、続きまして、竹谷岡本研究室のご紹介をしたいと思います。えー、私たちの研究室は、あの、有機分子の,あの合成を起点としまして、あの、柔らかい高性能の半導体。これはもう、あの、通常よりも一桁ぐらい高い、あの、性能の半導体デバイスを開発することに成功していて、まあ、それを、センシングネットワークだとか、あの、今後の、あの、社会の、ええ、枠組みに応用していこうということでございます。 で、いずれもですね、合成に関して、それから物性研究に関して、デバイス研究に関して、それぞれがトップレベルの研究を展開しているということがございまして、例えば、我々の有機半導体というのは、乗って乾かすだけでできるものでありますけれども、あのもうあの、イグゾーとかですね、最新の,あの膜の半導体と同程度のレベルの移動度を誇っております。まあ、そういったものはですね、あの一桁高いということは、もう応用するとすごく大きなインパクトがあるということでございますし、 またそれをヒントにして新しい材料を作っていくということもあの早く進めることができるわけでございます。で3つの,その物性の研究グループそれからデバイスの研究グループそれから合成の研究グループからできているわけですけれども物性の方からですねなぜそういう高い性能が1桁も高いものが得られるのかということでございます。材料の,あの特徴としては単結晶ということがありまして完全にです、ね、周期的に並んだあの分子の系というのがそういうのを実現して していいるととうことで分子あの、電子がです、ね、こういう広がが広っったあのコヒーレントな状態にてていいいいいるるとととううことを突き止めているというのがございますでそれからそれが揺らぎをあの抑えることによって、えー、高い移動度があの保持されると産卵、まあ、を受けないということがあるわけですがそのためには分子の設計をですねこういうふうにくるくる回らないようなこういうジグザグ型にするのが良いというのも我々のところで発見しているわけでございますそういった新しいあの独自の材料を使って、えー、応用研究に展開するわけです。 そういううい材料を使うとです、ね、従来よりも高性能なものが塗って乾かすだけで印刷の方法でできるということで、まあ、こういうあの通常のデバイスよりも速いディスプレイだとかあの回路だとかいうことができてベンチャー企業なんかがあの、えー、立ち上がっているという状況でございます。